世界的に活動している和太鼓集団が中種子町の小学校でワークショップを行いました。ワークショップを行ったのは大分県竹田市を拠点に世界的に活動している和太鼓集団ドラムタオです。この日ドラムタオのメンバーが訪れたのは24年前から全校児童が和太鼓に取り組んでいるという中種子町の農館小学校です。メンバーは児童たちにもっと楽しそうな表情で太鼓を叩くことや体を大きく動かしてパフォーマンスすることなどをアドバイス。会場の体育館は指導を受けて技術を向上させた児童たちによる和太鼓の迫力ある音とリズムが響き渡っていました。すごく楽しかったです。高く上げたり笑顔とかを教えてもらったりした。初めて知ったこともあったのでいい経験になったなと思いました。本当にもう純粋な子たちばっかりで、なんかそれがそのままなんか太鼓の音に反映されてて、すごくなんか心地よかったし、あ、これいいねと思いましたね。